はい、こんにちは、レトスの小野です。9月15日の3問に入る前に、本日は過去の合格者からのアドバイスをお伝えいたします。そして今から合格者からのメールをそのまま、転記したものを、読まさせていただくんですけれども、実際この方は、過去に落ちたことがある方なんですね。まあ、読んでいただくと内容はわかると思います。あ、落ちてるんだな、一回は落ちてるんだなってことが分かっていただけると思います。まあ、それを踏まえてですね、聞いていただければと思います。合否を分けるのは、これからのあなたの勉強のやる気次第、試験日から合格発表までのあの不安な気持ち、合格点を知った時のあの悔しい気持ち、もう一度思い出してみてください。あと1点、たった1点、この差が天と地の分かれ道になります。1点のためにまた卓球の勉強をしなくてはならないのです。この1点の重みを知っていただきたいです。落ちる人は模試を解いて、間違えた問題について模試の解説を読んで解き直して、解けたら OK。 これで終わりにするから合格できないんです。私が昨年行った市販の模試の使い方をお伝えします。よかったら参考にしてください。一つ模試を解いて解けない問題を見つけたら、その問題と同じ分野の過去問10年分を使って復習するということです。関連問題を行うことで関連ポイントを頭に入れたり、きちんと理解できているかを確認することが目的です。これを繰り返せばほぼ間違えないようになってきます。このように模試を使って弱点を発見し、苦手項目の克服をして得点アップしていきましょう。ただ今の時期から過去問10年分を行っていくには時間的に厳しいという方もいると思います。そういう方にはレトスの模試をおすすめします。市販の模試とは異なり、関連ポイントや理解の仕方まで解説されているので、短期間で実力を上げることが可能です。最高の模試を使えば、使い方次第で本試験まで最適な教材になります。残り1ヶ月悔いのないように頑張っていきましょう。まあ、これは合格者からいただいたメールをそのまま転記した内容になります。最後の方は弊社の模試の感想となっているんですけれども、この方も言っている通り、弊社の予想模試は関連ポイントや理解の仕方まで解説しているんですね。なので短期間で実力を上げる、これを目的として作成しております。残り1ヶ月で実力を上げたい、最後のラストスパートをかけたいっていう方は、ぜひ、レトスの予想模試をご活用ください。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入っていきます。賃借人は将来発生するだろう、敷金返還請求権について、第三者 A のために敷金を設定した。第三者 A は、賃借人との敷金設定契約書を持って、他の第三者 B に対抗することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ×ですね。敷金返還請求権、これ債権なんですけども、これに敷金を設定した場合、第三者に対する対抗要件っていうのは、確定日付のある証書で、賃借人から賃貸人への敷金設定の通知、または、賃貸人の承諾が必要です。これは債権譲渡の規定と同じ内容ですね。なので、今回の問題で言うと、単に敷金設定契約書、これ持ってますよっていうだけでは、第三者に対して対抗することができないっていう話なんですね。だから誤りです。ちなみに、敷金の預かり証の引き渡しを受けたとしても、第三者に対抗することできませんので、この点もちゃんと頭に入れておきましょう。この問題をちゃんと理解するためには、まず問題文をちゃんと理解すること、またルールをちゃんと理解すること、この二つが重要なんですね。これぐらいが卓研試験の普通レベルになってきますので、きちんと理解しましょう。個別指導では動画で具体例を使って解説させていただいております。なので、個別指導の受講師さんはそちらの動画をご覧いただければと思います。具体例っていうのは理解学習の肝になってきますので、できるだけ具体例を使いながら頭に入れていきましょう。で、問2ですね。宅地建物取引業の事務所で契約を締結を行うことなく、及び契約の申し込みを受けることがない場合、専任の取引士を置く必要はない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。これ、宅建業者のこれ事務所なので、事務所には5人に1人の割合で、取引士、専任の取引士を置かなければなりません。で、案内所の場合とこれごっちゃにしないでくださいね。案内所の場合だと契約の締結を行わない、かつ契約の申し込みも受けないという場合は専任の取引士置く必要はありません。よって今回は宅建業者の事務所なので、
契約を行うか行わないか、また契約の申し込みを受けるか受けないか、関係なく専任の取引士、従業員5名に1人の割合で置く必要がありますので、誤りだということです。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。下記2つについては、一定の資格を有する者が設計しなければなりません。で、2つっていうのは、まず1つ目が高さ5メートルを超える擁壁の設置。二つ目が、切り戸または盛り戸をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。この二つを行う場合、有資格者が設計しなければならないんですね。で、今回の問題は、高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事と書いてありますので、まあ、これに当てはまらないということで、まあ、有資格者による設計は不要ですよということですね。そして一定の有資格者とは、例えば、土木家や建築家の大学を卒業して、土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの。こういった人が、まあ、有資格者と呼ばれる人たちです。まあ、高さ5メートルの擁壁というと、だいたい2階部分に相当するぐらいの高さなので、まあ、それなりに高い壁ですよね。これが崩れたら危ないから、有資格者が設計してくださいというルールになっております。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。